ニコル・ド・ロレーヌは、ロレーヌ公国の女子アンリ2世と2番目の妻マルグリット・ド・ゴンザーグの間の長女。ドイツ語名は、ニコレ・フォン・ロートリンメン。はじめ、父、アンリのお気に入りで、ギーズ家処刑のアンセルビー・ユ・ダンシャク・ルイド・ミーズとの結婚が考えられたが、これは一族の反対にあったため、断念された。アンリには、男子がおらず。 ルイを相続人にしたかったのであるが、ルネ・ニセヒの意思で、広告は男子着刑による継承が明確に定められていた。そこで、アンリの弟ボーデモンハクフランソワの実質的な長男で、ニコルのいとこであるシャルルとニコルとの結婚が、とげとげしい交渉の末に決まった。1621年に二人は結婚したが、子供は生まれなかった。1624年に、 アンリが死去すると、問題は複雑になった。アンリの最後の意向では、シャルルの権利は妻ニコルによって得られるものではないと、していた。1625年11月21日、フランソワは、ルネ2世の意思を根拠に、ロレーヌ公フランソワ2世となり、5日後に、息子シャルルに上位した。こうしてシャルルは、妻でなく自らの権利による形で、ロレーヌ公シャルル4世となった。 1634年、フランスの軍勢がロレーヌに侵入し、ニコルの夫、シャルルや妹クロードラは国外へ逃れた。ロレーヌに一人とどまっていたニコルは、コンテーヌブローへ移送された。1635年、シャルルは、ニコルとの離婚を決めたが、教皇庁は婚姻の無効を認めなかった。ニコルは、その後、死ぬまで、パリ近郊で暮らした。ありがとうございます。